憧れてた選手は誰ですか？長嶋さんで。趣味のやり方とか何でされたりとかしたんですか？いや、内野手じゃなかったからね、もともとはピッチャーだったから。ただ花があったね。だって田舎でテレビつくのは巨人戦しかやらねえんだから。パリーグだってほとんどテレビ映るっていうことはなかったしね。だからそういう意味では今の時代っては何でもある恵まれた時代なんだろうなと思う。当時の、まあ、あのいろんな報道を見てますとですね、長嶋、当時の長嶋監督が、落合監督、まあ、落合さんの方に若い選手に生き様を見せてほしいというようなラブコールがあったと、まあ、伝えられてるんですけど、実際にどういうお言葉があったんですか？毒を注入してくれっていうような話だった。毒を注入、うん、あまりにも、なんていうの、チームの選手っていうのはその毒気にさらされるっていうことがないもんでね、だから毒を注入してくれっていうようなことを言ったと思う。今の落合にどういうことを要望しますかってお話ししたら、そしたら選手の手本、球場入る時も落合さんは帽子を取って球場に一礼すると、だから試合終わっても帽子を取って一礼して、あとバットも手渡しでボール拾ったりする子にね、バットの上手な扱い、そのマナーでしょうね、多分野球に向かう姿勢とかそういったものが今の若手の選手にまあお勉強っていうかね、手本になってもらいたいんですってことをおっしゃいましたよ。だから今から三冠を取れっていうことじゃないですよねって私聞いたら、そういうことじゃなくて、まずはみんなのお手本ってことを言ってました。いつ長嶋さんと初めてお会いされたんですか？キャンプじゃないかな。ああ、入団会見だ。入団会見で頭に帽子をかぶしてくれたっていうのが最初じゃないかな。それが一番最初ですか？うん。まあ、長嶋さんの野球には無理があった。全試合勝ちに行くっていうのは分かるけどね、もう負けてお客さんを返しちゃいけないっていうのが強かった人だよね。まあ、その長嶋さんもやっぱりいい監督にとっていい部分っていうのはどういう部分ですか？いや、自由にやらせてくれたっていうことだよ。よく会話されたりとかされたんですか？いや、それはない、うん、長嶋茂雄さん、まあここまで野球を発展させてきた人だから、まあ、単発的には短い間だったら名前出てくる人はいるんですけどね、もうサードって言えば長嶋さんっていうことで一致するんじゃないんでしょうか。どうか俺流チャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。